はい、こんにちは、ふみやです。今日は定位置攻撃のトレーニング、2対2プラス2ピボのトレーニングを一つ紹介したいと思います。で、定位置攻撃っていうのは、カウンターとは真逆みたいな感じで、相手の守備が揃っている状態の中で攻撃をする、その攻撃を、定位置攻撃っていうふうに言います。あとピボっていうのはサッカーでいうフォワード的なポジションで、高い位置で攻撃の起点になるポジションのことをピボって言います。バスケットで言ったらセンターみたいな感じですかね。はい。で、今日は、その定位置攻撃のトレーニング2対2プラスピボっていうトレーニングを紹介したいと思うんですけども、大体コートは、フットサルコートの半分ぐらいで行います。もうちょっと広くしてもいいんですけどね、ちょっと目的とかレベルによっても変わってくるんですけども、基本はハーフコートで行ってもらえたらと思います。で、中は2対2でプレーします。で、ピボが例えば、これちょっと反対やな、青チームがこっちに攻めてるとしたら、攻めてる方の、ゴールライン上ですねのところに2人ピボが入ります。で、このピボは下がってくるのはなしで、このライン上横を動くことはできるんですけども、下がってくるのはなしで、ここでライン上でプレーをします。で、条件として必ずピボを1回経由してから出ないとシュートが打てないっていう条件で2対2を行っていきます。で、当ててシュートを打つときは必ず2タッチ以内でシュートを打っていきます。3タッチしてしまった場合はもう一度ピボを経由しないといけませんっていうルールで行っていきます。あとはプレーが切れたら、マイボールの方のキーパーからスタートをしていきます。はい、ルールは以上になります。それでは動画の方を一度ご覧ください。どうぞ。おお、ナイス。キーパーからリムラッシュボールやぞ。さあ、寄せろ寄せろ寄せろ、翼離れるな。いやあれあ、やれ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 、いやー、一回当てなあかんぞ。いやいいよ、グッド。いや、ナイス。いやー、はい、動画の方をご覧いただけたでしょうか。対象としては U12、 小学校5、6年から中学生、高校生、社会人まで、行えるトレーニングになるかなと思います。で、指導のポイントなんですけども、3つありまして、1つはまず体の向きですね。ボールをもらう時の体の向き、体の向きがやっぱり攻撃方向、ピボやゴールの方を見た方向でできるだけボールをもらうようにしてもらいたいです。で、そういう体の向きでボールをもらったら、ダイレクトにピボを当てたりとかっていう選択肢も出てくると思います。それが、例えば高い位置を取りすぎて後ろ向きでボールを持ってもらってしまうってなると、なかなかそこからピボに当てるっていうのは難しくなってくると思うんで、そういった体の向きは意識してプレーしてもらいたいなと思います。で、それを指導していってもらえたらと思います。2つ目、指導の2つ目、どこかでやっぱりリズムを変えてほしいっていうところですね。全部止めてから出そうとする、止めてから出そうとするではなくて、どこかでダイレクトパスを入れていくっていうイメージは、しっかりと持ってほしいなと思います。はい。で、3つ目は当てた後ですね。ピボにボールが入った後、やっぱりこのゴール前のところに1人は必ず入っていくようなところは促していってもらえたらと思います。例えばで、入っていくのですけど、入っていってかつこの2人が同じ動きをできるだけしないようにしていただきたい。例えばこっちが当てて
中入っていったのであれば、もう一人の選手はこの空いたスペースに入っていって外からのシュートを狙っていくとかですね、逆に当てた時に逆の選手がもうファーに入っていってるのであれば、こっちの選手は中に入らずに外でのシュートを狙うとか、2人が違う動きをしてピボに2つ選択肢をしっかり与えてあげることが大事かなと思います。はい、まあ、ポイントはこんな感じなんですけど、あとは、まあメニューのバリエーションとしてはですね、まあ、例えばこの当てた後の動き出しが遅いとか、もうちょっとやっぱり当てた後しっかり入っていくっていうところを獲得、素早く入っていくことをですね獲得していきたいっていうことでしたら、このピモの選手はダイレクトでしかプレーできないっていう風にして出して、早く入っていけるようにそういった条件で行うのも、まあ、バリエーションの一つかなと思います。もう一つは中の選手がピボに当てるときはダイレクトでしか当てれないっていう条件にして、まあ、さっきの、指導ポイントの2つ目ですね、当てるときのこうリズムを変えるっていうのを獲得させたいのであれば、中の選手がダイレクトでしか当てれないっていう条件にするのも一つかなと思います。まあ、ポイントとバリエーションはそんな感じですね。はい、まあ、定位置攻撃のトレーニング、実践的なトレーニングのメニューを今日は一つ紹介させていただきました。参考にしていただけたら嬉しいです。はい、ご清聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。